はい、ダイスチャンネルです。今回は妖怪ウォッチ3寿司やっていきます。いやー、やっと子供たちがいるところを見つけました。むむむ、これは一体どういう状況なのだろうか。はっ、ことは全部やめて好きなことだけしてればいいぞ。めんどくさい宿題もお片付けもみんなやめてしまえ。今すぐやめると楽だぞ。やめるんじゃ。そしてみんな一緒にゲームばっかしようぜ。楽しいぞ。お、あ、妖怪がいるだに。え、お、わ、出た先生。やめるんじゃ先生。ふふふ、新しい生徒さんかな。先生の学校へようこそ。いや、私はさくら第一小学校の生徒ですし、突っ込むところはそこじゃないだに。この世は面倒なことばかり。でも先生の生徒になれば自由じゃぞ。そして一緒に遊ぼうぜ。ずっとずっと一緒にさ。嫌なことは全部やめるんじゃ。楽だぞ。ふふふふ、子供たちはこいつに操られてるみたいだに。いや、もしかしてこれってかなり危険な状況ってやつ？さあ、いい子だから先生の言うこと聞くんじゃ。そんなの断るに決まってますって。おやおや、悪い子じゃな。先生の言うことが聞けない子はお仕置きじゃ。おー、来たー。やめるんじゃ先生。バトル。先生のバトル難しそうだったんですよね。まずは、小太郎。先生の攻撃あるのみです。よし、先にチャージ完了。あ、音符ちゃんが出てる。身代わり音符、あれを当てていかねば。よし、まだか。ちょっとやって、まず身代わりの音符ちゃんをピッて。あー、取りつかれた。必殺技じゃない。なんとかしないと。どこだ。あった。オッケー。あ、いなくなってしまってる。違う子になった。モテモテも。ここで回復させて。よし。で、必殺技はモテモテで、とりあえず一回回復。お払い回ってるから、激辛ボーイが危ない。危ない危ない。間に合え。あ、こっちが先だ。動こう。ちょっと横に動いて。オッケー。危な。危ない。これ、タブに入ってしまったので、お払い完了させ、動かして、あ、モテモテが動かない。動くかな、動いた。危ない。よし、ここで引っ張るぞ。諦めていいんじゃねえか、飛んできた。避けられた、危ない。範囲が広いですね。よし、チャージ完了。敵からヒンヒン剣、撃ってもらって、当たり技も OK。もう一回行ってみよう。範囲の当たり位置にいるので、これで。こっちが先がいいな。あ、当たり技が先だ。これで出かける。よし、危ない。必殺技、モテモテの回復を、激辛ボールが危ないので入れておこう。あ、おお。アイテムくれた。あ、取り憑かれてる。チャージ完了。君に癒しの打撃室で撃ってもらってから、壊していきましょう。ない。あった。オッケー。お払い完了。コタロウくん。ピッ。コタロウくんお払いしたい。よし。お。お。これで、あ、動けた。危ない。あー、違うところ行っちゃった。間違えた。激辛ボーイが危ない。一個通り過ぎてしまいましたね。急いでいたらやってしまった。どうしよう。とりあえず壁、
で、技を手だから使い切って、回復を持て持てみたらもらいましょう。危ない危ない。あ、何やってる。ああ、入れ違いになってる。どっちに行くかな。あ、真ん中に。ああ、動かせない。まずい。最後まで見ればよかったですね。諦めてインジェルが飛んできた。激辛ボーイが、あ、やられてしまった。で、そしたら、ドクターを入れて、タロウ君の技、当たらないな。お払いだけ先だ。ミテモ君お払い。よし。髪を切って、オッケー。で、ドクター、ドクターの鎖。1、2、3、よし、お払い完了。あー、操られてる。よし。あ、一番後ろは意味がない。1、あ、焦ってきてしまってる。こうだ。焦るよ。あ、影村が危ない。で、ここで回転。そんな、こうか。必殺技もまだ、あ、来た。至れり尽くせずに。あー、やばいかな。あー、まずい。これでもダメですね。どうやって来るかな。あ、動かせない。回復させたいよ。アイテムを使いたい。ない。まずい。お払いだ。至れり尽くせりだけになっちゃった。あ、動いてる。まずいよー。危ないよー。ああ、必殺技打とうと思ってるのに動かさないで先生。怖い。よし。ああ、危ない。あ、どっちが先？あ、こっちが先だ。動かしたい。1。よし。動かせた。お払いしよう。ぐるぐる回して。もう、一体ないし。点数も最後もうちょっとなのに。あ、みんなのお払いができるやつなんだけど、みんなちょっと、いない。ここ。危ない。諦めていいんじゃないか、飛んできた。先生、本当だ。音符が辛いよ。あ、どうしよう。取り憑かれたから動こう。これで。よし。回復がしてあげられないよ。少しずつは、いってる気がする。もうちょっと。よし。動いて。危ない。なんと一体になってる。いやー、まだ。左に尽くせる技はあれだから、これで、本当に、待ってるしかない。少しずつ削ってくれるのを待つしかないのか、これ。どうしよう。ないよ。逃げられる、違うよ。よし、ゲージ。回復でしょ？ゲージ回復、できない。あー、本当にもう少しなのに。やばいですね。私もそう思います。やばいよー。避けていいんだよ。危ない。よし、避けた。とりあえず避けて、少しずつ、やってくれるのを待とう。本当に大丈夫かな。怖いよー。あ、回復は自分でやってくれてるけど、でも動いてしまうし、よし。攻撃がいない。うわー。あともうちょっと。このままいけるのかな？不安になってきました。へへへって言われて、あ、これは、助けてあげなきゃ。お払い。もう少し戻して。よし。で、動こう。お願い、至れり尽くせり、頑張って。あ、サボっちゃダメだよ。あ、この位置は大丈夫かな？あ、大丈夫だった。危ない。諦めていいんだよがいっぱい飛んでくるよ。あ、動かなきゃ。あともう少し、あ、よかった。よかった。あー、
ん至れり尽くせずに助けてもらいました。ありがとうございます。すいません。あー勝利608もらいました。他の子には大変申し訳ないことをしましたね。あ、でも、うん、結果良ければ全て良しです。強いんじゃね？君みたいな子に出会えるなんて先生嬉しいぞ。倒されたのに全然悔しそうじゃないだに。ん？どうしてリクたちを？生徒たちが今の子供たちがとってもかわいそうだからじゃ。もっと思いっきり遊びたいだろうに、やれ勉強しろだのお手伝いしろだの、これじゃ全然楽しくない。だから先生がやめさせてやるんじゃ。ん？果たして本当にそうでしょうか？私はそうは思いません。確かに嫌なことは何もしないで楽しいことばかりするのは最高です。大好きなセラピアーズを24時間ぶっ続けて見まくったり、プリチンなナメキチグッズをお小遣いのある限り買いまくったり、ああそんな毎日が遅れたらなと思ったこともあるけど、ひどい毎日だに。でもそんなことばかりしてたらとんでもなくダメな人になっちゃいますよ。ふふふふふふ。今笑うとこだった？うんうん、確かにそういう考え方もあるね。生徒たちがダメな子になっちゃうのは先生もごめんだな。というわけで先生の教室はこれでおしまいじゃ。それじゃあふふふ、この子たちもそれぞれの家に返してあげることにするよ。あ、お母さん。もしもし？こんな時間までどこで遊んでるの？いや、ごめんなさい。リクも一緒にいるの？うん、一緒にいるよ。もう帰るよ。そう、気をつけて帰ってらっしゃい。お母さんも途中まで迎えに行くから。はーい。お、危ない危ない。あ、寝ちゃってる。あー、むにゃむにゃ。寝ちゃってるみたいだに。ああ仕方ないな、おんぶして帰るとしますか。おいしょ、お姉ちゃん優しい。から朝になって さーて今日も探偵事務所に行きますか。きっと依頼がたくさんだに、早く行くだに。あ、姉ちゃんまた遊びに行くの？そうだよ、別に変なことしてないよ。またお母さんにチクるとか言うかな。行ってらっしゃい。お、あれ珍しい。ん？まあいっか、それじゃあ探偵社にレッツゴー、ダニー。あ、ぐるぐるしてる。話しにくい、昨日の夢のせいだ。姉ちゃんが怪物から守ってくれる夢。別にかっこよかったとか思ってないし。おお。リックくんはかわいい弟くんでしたね。お、来た来た、次回予告。ん？不思議発見？怪獣映画は映画館で見えるに限る。でっかく響き渡る怪獣の叫び声。いいですね。ん？巨大怪獣が。またまた。ウサピョンってか怪獣映画の水着？嘘、これってもしかして？おお。お楽しみにだに。すごい。あ、日記つけましょう。オッケー。あー、やっぱりロボットものはいいですな。この熱い友情、熱い戦い。はあ、早くも来週の放送が待ち遠しい。お、ハクからお知らせが届いただに。
緊急の依頼が来ました。それも3件もです。詳しい内容は探偵事務所でお話しします。おお、3件依頼、緊急依頼だに。おお、急いでる急いでる、早く行くだによ。もうちょっと待ってよ、次回予告も見なきゃだから。てめえ緊急って言ってるだに。こんなにもこんなもん見てる暇ないだによ。ちょっとウサビ邪魔。あ、怒った。あー、てめえいい加減にするだに。あ、ぶっ放してる。わかったわかった、急いで準備するから。あー、来ましたね。第5章、街に潜む巨大な影。さて、緊急の依頼とやらを聞こうかね。偉そうなやつだに。それではまずは1つ目、デカニャンさんからのご依頼です。その依頼内容ですが、緊急なんだからそれはもうスリリングな依頼が、ドキドキ、ダイエットに協力してほしいとのことです。でしょっぽ、ダイエット。それでは2つ目、今度は人間のご婦人からの依頼ですね。素敵なプラモデルを探してほしいとのことです。素敵な、えらくふわっとした要望だけど、プラモなら得意分野だよ。そして最後は、やぶれかぶれ院長という方からのご依頼ですね。やぶれかぶれ院長、そんなお医者さん聞いたことないけど、内容は秘密実験に協力してほしいとのことです。危険な香りがプンプンするだに。そう、私的にはすっごいワクワクするけど。緊急の依頼は以上になります。お好きな順番で受注してください。オッケー、ありがとう、ハックン。それにしても、確かに何でもやりますと書いたけどさ、探偵らしくない依頼ばっかだにね。あ、クエストをやってみよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。来ましたね。行ってみよう。はい、3つの緊急依頼とはまた別なのですが、あ、調子堂のご主人からも緊急の依頼が来てるんですよ。妖怪ウォッチに関わる重要な案件かも。こちらもお忘れなく。お、なんとありますね。あれ、かわいい。あ、いろいろ来てましたね。調子堂のご主人、これ行かないとダメな気がしますね。よし、なんかよくわかんないけど、もしかして調子堂のおじさんがピンチ？ずいぶんお急ぎのようですね。段々坂のお店に急ぐだに。うん、先にここから行ってみましょう。段々坂の調子堂に GO! ということは、電車移動の方がいいのかな？ピッ。待ってね、待った。よーし。劇場を、あ、なんか落ちてる。あ、スーパークロミツ。虫取りにいいアイテムですね。あー、疲れてきちゃった。ふう、よし、もう少し。危ない、こっちじゃない。ピッ、よし、待ってね、待つ。青信号で渡る。オッケー、よし。あ、練り飴手に入れた。これで電車に乗っていきましょう。ふう、移動に時間がかかりそうなので、調子堂の前まで飛ばします。到着。早速調子堂の中に来ました。何ですかね、おじさん、何があったんですか。来たか、お前たちを呼んだのは他でもない、どっちランク開けたくはないか。ダニ、なんだ、事件じゃないのか。はあ、がっかり。お前さん分かってないな。そうだに、を妖怪ウォッチをアップデートすれば、今までサーチできなかった妖怪も見れるようになるだによ。確かにそれは美味しいな。
決めました。やります。よしよし、よし来た。だがしかしそう簡単にアップデートしてやる、あ、してやるわけにはいかん。お前さんの実力を試してもらうぞ。よし、望むところです。そしたらこれから言う妖怪を倒してきてほしい。倒した妖怪は全部、あ、倒してほしい妖怪は全部で3匹いるんですね。こっそり明智にいるお一人様、うんうん、内緒の横道にいるタコウラミ、そして秘密の抜け道にいるキリギリスだ。うんうん、わかりました。ランクアップする準備をして待っててくださいね。その自信はどこから湧いてくるだに？行くよ、ウサピョン。では行ってみましょう。指定された3箇所で、妖怪と対決。じゃあまずは自転車でプップー、一番近いところから行きましょう。ここですね。おー、箱発見。まずい漢方を手に入れた。いたいた。お一人様、何か問題ありますか？いいえ。なければいいんですよ。あ、終わっちゃった。お一人様ですが、何か問題ありますか？はいにしよう。お一人様の何が問題だって言うんですか？あ、これでバトル。問題ありますにしないとダメなんですね。ではバトルスタート。よし、勝つぞ。よし、小太郎ママからゴー。よし、オッケー。お、風魔流神バレ殺法。よし、次モテモテで回復。あ、ルレットが当たらない。 Y のとこ、 Y、 あ、来ない。あ、もうだ。あ、最後が、あ、よし、危ない。あ、終わった。よし、勝利。回復させてあげたいですが、しょうがないですね。OK、順調だね。この調子で残りのやつも倒しちゃおう。残り2体いきましょう。お、まずい漢方を手に入れた。いやー、使ってしまって今はなかったからちょうど良かったですね。向こう側はいけないんだ。ほう、あ、ぶつかっちゃった。ぶつかっちゃった。不用心棒だ。あ、枕返しも一緒にいますね。さあ、何が好きなのかな。おにぎり、おにぎり、全部おにぎりだ。ではおにぎりを渡す時間はあるかしら。おにぎりあったかな。残念、ない。じゃあこのまま進撃してもらおう。 OK、勝利。おお、あ、梅おにぎりもらった。あー、来た来た、嬉しい。枕返しが近づいてきた。おめえ強いじゃねえか。今日から俺たちは友達でいい。枕返しと友達になります。うん、嬉しいですね。まだ友達になってなかったので、こういうところのバトルで友達になれるのは本当に嬉しい。やった。よーし、よろしくね。では抜けて次のところに行きましょう。よし、次近いのは上の方から回ってみようかな。あ、そうそう、駄菓子屋さんのくじ引き券もあるので、あ、ぶつかっちゃった。やりに行きたいんですよね。それもまた今度次回やろうと思います。鳥海のところに行くのかな。あ、裏からお寺から回るんだ。じゃあお寺の方に行きましょう。あ、疲れちゃった。よし、階段登って中のところから、ここですね、の間から行って、うん、枕返し。あ、箱発見、イエイ。うん、一つ星コインのかけら。いろいろ落ちてたりしますね。これはキュウリかな。やっぱりキュウリの、これ畑になってるの、キュウリの木ですね。いたいた、キリスギリスだ。君の髪型いけてないね。あなたに言われたくないって言いたいんですけど言わせてくれない。カリスマ美容師のこの僕がバトルで君をおしゃれな髪型にしてあげようか。あ、じゃあはい。とびきり個性的にしてあげるよ。バトル開始。
よし、3体中2体目キリスギリスに挑戦、バトルスタート。もうこれはそのままいきたいんですが、まずはもうモテモテで回復をしないと怪しい気がします。あ、そろった。 OK、 チャージ完了。これがモテモテ癒しの投げキッス。うん、いい回復ですね。で、後ろに行っても意味がなさそうなので、こうかな。うん、これで力ボーイの技が出したいですね。あ、真ん中に行ってくれるから、回して回して、チャージを、はい、完了。 OK、 いたらヒーヒー剣どうだ。もうちょっとかな。ガガスが好きなのか、使えないんですよね、残念なことに。アイテム回復をしてあげたいな。ヒビとナス、それで、スパロ回復？モテモテの必殺技まだなんですが、次回も回復をしたい。勝利。よかった。オッケー。はい。順調だね。この調子で残りのやつも倒しちゃおう。あと1体残ってますね。この扉は？あ、A なんだ。いけない。あ、美脚だ。ナプラガイスはもう友達になっているので、美脚がなってほしい。あ、倒れちゃった。あらららら。でもこのまま。やってもらおう。お祓いして、あ、超大きい、やったー。お祓い不要だ。で、回してモテモテに回復もしてもらいましょう。あ、ちょうど終わりましたね。回復までいかなかった。勝利。お、ダンシングスターもらった。よーし、では戻ろう。残り1体。あ、美脚と友達になりたいときはここにいますね。うん、個人的に後ほど来よう。よし、ではお寺から出て、おお、疲れてる。自転車移動。お、走ってる人がいらっしゃった。ここ、あ、違うな、もうちょっと下、この辺。あ、当たった。ここ初めて来ますね。なんかハテナもある。ん？ん？おや？気になる。あ、ミュージックカード3つ。この反応も気になりますが、タコ恨みが先、トロトロの生地に身を包まれたらどんなに気持ちいい。タコ、たこ焼きになれなかった気持ち、お前にわかるだこ。この恨みバトルで晴らしていいだこ。はい。それじゃあお言葉に甘えて晴らしてやるだこ。たこ焼き美味しいですよね。うん。たこ恨みとバトルスタート。よし、やってみましょう。必殺技はこの一番後ろだから、壁だとあれなので、ヒーヒー剣を出してもらいたい。あ、その前にスパローがいけますね。 OK、 これで溜まった。チャージ完了。うん、あ、動いちゃった。動いちゃった。当たらなかった。では残念だ。3分ぐらいも残ってるんですね。じゃあ火山村と交代して、おお、よし、揃った。癒しの投げキッス、これで回復してもらって、からのドクター、どこに飛ぶのかわからない。ドクターの技、チャージ完了。いけ、敵毒破れかぶれ。当たるんだ。あった、当たってたけど逃げちゃった。当たってたのに。よーし、オッケー。勝利。
新鮮なウニもらいましたね。も初めて持ったアイテムになる。あ、よし、頼まれた3匹倒せたね。調子堂のおじさんに報告するだに。で、このハテナが気になるんですけど、なんだろう。あ、あれ？こんなところにマンホール？あ、隠れマンホールか。なるほど。多分まだ行けないと思うので。うん。レベルが上がったら来ようと思います。ミュージックカード。炎の扉も C ですね。ランクが今 D だからあっち行けない。お、では。調子堂の、おじさんのところに急ぎましょう。こっち。あ、新しいお知らせも来てましたね。駅前まで行って、曲がったらすぐ。到着。倒してきましたよ。はい。お、全部倒してきたようだな。楽勝っすよ。うむ、それなら問題なさそうだな。妖怪ウォッチを強化してやろう。やったー、お願いします。それじゃあちょっと妖怪ウォッチを貸してみな。はい、よし。いやー、やっとランクが一つ上がりましたね。嬉しい。おお、仕事が早い店主さん。妖怪持ちのランクが C ランクになった。これでワンランク上の妖怪たちが見れるようになったはずだ。やっただにね。これでもっと多くの妖怪と友達になれるだによ。うおー、まだ見ぬ妖怪との出会い、これは楽しみですな。とっても楽しみだ。クエスト、調子堂からの緊急依頼バッチリ解決。やっただに。よーし。やった、レベルアップもしましたね。術の秘伝書ももらって、ルーレットは今回の大当たり。あ、苦い漢方欲しいですね。やっぱり大当たりがいいな。あ、すごいところにいる。これはもう、はい、ヨカコーラ粗品になってしまった。もう次回は緊急依頼の3つまた進めていこうと思います。妖怪ウォッチのランクも C ランクになって、これからたくさんの妖怪に出会えるのがとっても楽しみです。破れかぶれ委員長も私的にはとても楽しみなクエストなのでワクワクしますね。ということで今回はここで終わっていきます。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!